頭髪もチェック。この後に紹介する項目を参考に髪の毛の状態をチェックしてみてください。思春期以降に薄毛が気になり始めた、額の生え際が後退してきた、頭頂部の髪の毛が薄くなってきた、徐々に薄毛が進行してきた、柔らかい髪質になってきた、寝癖がつかなくなった、洗髪時の抜け毛が多くなった、枕やシーツに付着する髪の毛が多くなった、頭皮に雨を感じやすくなった、祖父母、両親、兄弟に薄毛の人がいる。さあ、皆さんどうでした？このチェックが一つでも当てはまる人は AGA 男性型脱毛症の可能性ありなんですよ。ちょっと不安になってしまったテレビの前の皆さん、ご安心を。専門家の先生にお話を伺ってきました。 AGA は進行するものなんですか？はい、進行します。20代全般から始まる方もいらっしゃいます。それから少しずつ進行していきます。決して途中で良くなるものではありませんので、現在お薬でね、非常に良くなりますので、ご相談いただければと思います。ということは病院で治療が可能なんでしょうか？今はプロペシャっていう非常に AGA によく効く薬がありますので、プロペシャというお薬は保険が効く薬ではありませんので、各クリニックによって多少異なりますが、だいたい1万円前後ぐらいだと思っていただければと思います。でも薄毛のことで病院に行くのってなかなか勇気がいりますよね。きっかけは、一緒に住まれている方や、ご家族の方に、少し頭頂部の髪の毛の薄さを指摘されて、ご来院される場合が多いようです。男性の薄毛で悩まれている方は非常に多くて、皆さん、気軽にご相談していただけてます。実は私も、薄毛で悩んでた時期がありまして、プロペシャという薬で非常に改善しております。男性型脱毛症に関わらず薄毛治療を専門的に行っておりますので、ぜひご気軽にご相談ください。わかりました。先生ありがとうございました。本当に男性デリケートな部分ありますから、パートナー、恋人だったり奥さんだったり、親しいお友達でもいいと思うんですけども、こう気軽にちょっと背中を押してあげると、こう男性もね、あ、そっか行ってみようかなとか、行ってきたよとか、軽いノリで話したりとかすると思うので、ぜひパートナーの皆さん、ちょっと背中を押してみてあげてください。